これから、科学基礎が始まります。科学基礎ですが、文系の人も理系の人も科学基礎ね、これから、まあ、新課程になりますから、この新課程に入って、科学基礎という科目に変わりました。でこの科学基礎、最初の導入の今回の第1回なんですけれども、科学と人間生活というところから始まります。でこの科学と人間生活というのが、みんなにねこう、科学っていうのはこういう科目なんですよっていうことを、皆さんにこう広く勉強してもらおうっていうところで、ある回なんですが、そのためにちょっとですね人間生活に関わる話になってます。ですから逆に科学的な知識とかでいくとちょっと難しい飛び飛びの分野の話が急にガッと集まって人間生活に関わってるのはこの分ですよっていう風になってるので、ちょっと科学としては分かりづらい話になるかもしれないんですが、まずは皆さんね第1回目の授業ですから、これから科学こういうことを習うんだ勉強するんだなということを踏まえてね、今日は話をね、なるほどこれからこういうことを勉強するんだと思ってもらえるといいかなと思います。それでは皆さん始まりましょう。まず第1章、先ほども言いましたけれども科学と人間生活、科学と人間生活ということになっています。これは教科書が新しくなって始まったこうすごく新しいところで、これまでね、科学を勉強するときというのは皆さんこう、原子の構造中学校の理科でやったかもしれませんが、物っていうのは何でできてるんですか、こう小さく小さく突き詰めていくと小さな粒でできていて、それは、原子ですよ。でしかも実際にその原子というのは、電子だったりね陽子中性子というものからできてますよっていう原子の構造、ここから始まってたんですけれども、いややっぱりそういうところだとやっぱりこうなんかキャッチーじゃないじゃない、やっぱりこう皆さんの心を熱く掴むためにはこう身近なところから勝負しましょうということで、ちょっと新しくなった回です。ですからあまり科学的に、ね、難しいことは考えないで、どういうふうに、人間生活と科学が、関係しているのかというふうに考えてくれればいいです。多分テスト的にはそれほど重要な回じゃないので、そうかこれからね、勉強をねこういうふうに進めるんだと、特に今授業の雰囲気とかね皆さんノートも取らなきゃいけませんから、そういうことも、ね、今回の1回でね、皆さん勉強してもらえたらいいかなと思います。でまずこの人間生活にまつわるものなんですけれども、まず金属ね、人間生活に関わるものの一つとして、まず金属というものがあります。で金属というのはやはりこうね鉄器時代とかね青銅器時代というように、昔の歴史から始まって、いろいろなものね、人間の生活にこう長く使われているこの金属、しかもこの金属もただ、純粋の単体といいますが、これはそのまま、ね、金属のまま使ってますよ。特に皆さんが有名なところだと思いますが、例えば鉄、皆さん元素記号、ね、化学ですから、元素記号を覚えて勉強しなきゃいけなくなりますね。これから私なるべく可能な限り元素記号を書いていきますから、皆さんねそこをわからないと思ったら、あ鉄だ鉄だと、まあ、振り仮名を振ってもねいいんですが、大体こうやっぱり化学ですから、まあ、英語と勉強と一緒ですよね。一番最初見た時は、まあ、A から Z まで覚えなきゃいけない、で単語の意味はってだんだん分からないですが、なんか出てくれば出てくるだけ、慣れてきますから、まずはねそういうところに慣れるために皆さん可能な限りね元素記号で書くように、特に、今日1回目の授業ですが、2回目の授業からはどんどんね化学本質になってきますから、水平リーベ僕の船ナーマガールシップスクラークかのようなね1番から20番ね原子番号1番から20番の元素記号はまず必ず覚えてください。そしてそれ以外にもねこういう鉄中学校の理科から出てくるようなものっていうのは全て必須ですから、必ず覚えてください。これが鉄ね。でこの鉄というのもね、鉄やら、ね、銅、鉄やら銅やら、ね、こういうものがありますし、それ以外にも金とか銀とかありますが、まあ、まずは基本は鉄とか銅、そして、人間生活に利用されているものだと、まあ、アルミニウム、まあ、この辺が有名どころだと思いますが、ただこいつらもやっぱりこうすぐね昔から、原始時代が終わってもうすぐにこう青銅器時代に入って鉄器時代になって、今から何千年前にもうすぐ使えたかっていうとそういうわけじゃないわけですよ。天然に存在する形っていうものがありまして、鉄や銅アルミ、銅はギリギリあの単体のまま産出することもあるんですが、ただし、まあ、鉄やアルミニウムというのは普段からやっぱり酸化物、空気中に酸素がたくさんありますね。生物を習っている人は、ね、生物ね地球で
小さなところでこう生物シアノバクテリアっていうんだけど、そのシアノバクテリアっていうのが海で誕生して光合成を始めると地球には酸素がたくさん増えるわけですよ。で地球に酸素がたくさん増えると地球上にあった金属っていうのは酸素とすごく結びつきが強いので、どんどん酸化して酸化物になると、こういうことです。ですからこの鉄というのも本当は酸化鉄ね、FE2O3 これ以外にもFE3O4 とか FeO とか、酸化鉄の形はすごくたくさんあるんですが、まあ、一応一般的な FE2O3 を書いてみましたが、この酸化鉄から鉄を取り出して初めて鉄として使えます。これは、ね、鉄と酸化鉄あんまり変わらないんじゃないのという感じもするかもしれませんが、これは金属結晶とイオン結晶というもので、もう性質が結晶の形が違います。陽イオン、ね、鉄イオンっていう陽イオンと酸化物イオンという陰イオン、この陽イオンと陰イオンが結合した、ね、プラスとマイナスによってできたイオン結晶と金属単体、これは金属結晶になるわけですから、この性質が違うんですよということになります。でアルミニウムも Al2O3、 この酸化アルミニウムね、アルミニウムはこう人間の歴史の中ではすごい使えるのは最近、皆さんはね生まれた時から、いや自販機でこうジュースを買えばアルミ缶のものとか、いやビールも飲みますってこうあんまり大きな声で言う人はいないと思いますけども、ああいうものアルミ缶を使ってると思いますね。ただ一円玉はね、皆さん見たことがあると思いますが、あれのアルミ、すごく身近にあるように見えますが、アルミニウム、この酸化アルミニウムってすごく結合力が強い、アルミニウムと酸化物イオンってものすごく結合力が強いので、酸化アルミニウムからアルミニウムを取り出すのがすごく大変なわけです。で特に今も取り出してますが電気がものすごくかかりますので、まあ、アルミニウムというのは電気の缶詰だ、さっきの缶詰と関係ないんですが、すごい電気を使ってね、酸化アルミニウムからアルミニウムを取り出しますよと、こういう方法があったわけですが、そういうことをして今鉄銅アルミニウムなんかを利用してるんですよと、テキストの方にね一応具体的な使い方もありますが、まずはね元素記号を覚えたりこういうところから取り出す、で具体的にこういうのを取り出す方法というのを勉強するのが無機化学というところになりますね。教科書、あ、失礼、テキストの目次を見ればね、無機化学っていうのが真ん中ぐらいから始まってると思いますが、こちら側のところで鉄銅アルミニウムというところになります。よろしいでしょうか。でさらにもう一つ、金属には単体のままではなくてやっぱりいいところを取ろうということがあって、合金、これは聞いたことがある人とない人に分かれると思いますが、合金といって、ね、いくつか何種類かの金属を混ぜていいところを取りましょう。でやっぱり金属単体っていうのはそれだけでね、もちろん昔は使ってましたけども、いいところを取って混ぜて使いましょうというのが合金になります。有名なところでいきますと、皆さんのね、テキストにもありますが、有名なところ、まあ、昔からあるところでいくと、青銅と黄銅、まあ黄銅かな、黄銅と青銅というのがあります。黄銅というのがブロン、あ、失礼しました、ブラス、もしかしたら真鍮というんですが、真鍮別の感じになりますけれども、黄銅、そして青銅、ブラスとブロンズってやつです。でブラスとブロンズはやっぱり皆さんもね、あ、聞いたことあるかも、特に吹奏楽部の人なんかはブラスバンド部と言いますから、黄銅っていうのはブラス、ね、まあ、カタカナで書きますと、ブラス、そして青銅、これも美術部の人とかね、ブロンズ銅っていうところを聞いたことあると思いますが、あれがブロンズです。ですからこの青銅と黄銅、ね、この人ブラスとブロンズなんですけれども、これ両方とも合金なわけです。何の合金か、まあ、やっぱり知識的なものを聞かれるっていうのがねテストでは一番多いですから、まあ、銅となんちゃらですよね、当然銅と何かが入ってるんですよということになりますが、まず皆さんねしっかり覚えてほしいんですが、銅に対して、銅と何が混ざってるかというと、黄銅の方は銅と亜鉛が混ざってます。ZN、銅と亜鉛が混ざってるんですよ。これが黄銅。そして青銅の方は銅と鈴が混ざってます。鈴。でこの辺元素記号がかなりね、分かりにくいと思いますから、原子番号1番から20番まで覚えてますよと言ってますが、亜鉛なんて30番、鈴はもっと後ろの方にありますから、ZN が亜鉛です。亜鉛も非常に高校科学ではよく出てくるものになりますから、銅と亜鉛、そして、SN の方は銅と鈴になります。漢字もありますが一般的にはカタカナで書きます。鈴、ね、銅と鈴ですよということで、これはかなり昔から利用されている合金で、
黄銅とか青銅ということになります。でそれ以外にも、ステンレスだったりジュラルミンというね新しい合金もありますから、まず合金ね単体として利用されているものもありますし、これ合金ね、古くからですが特に青銅ね、青銅器時代というものがありまして、その後鉄器時代になりますから、まあ、これはかなり昔から、使われているんですよというものが、青銅になります。これ古いよね。で黄銅はもうちょっと良い、こうね、トランペットとかのね、トランペットとかトロンボーンとかがね、ブロンズで足でブラスでできてますから、そういうね黄銅を使ったものというものも出てきますよと、いうことです。でこの辺が、金属の利用法ということになるんですが、と思いながらね皆さんの身近にあるものが、そういうふうに使われてて、でこれを科学で、どういうふうにやってるんですかということを勉強していきましょうっていうのはこれからの勉強になるんですが、皆さんここまでねよろしいでしょうか。まあ、特に元素記号を今日はですね覚えてもらえたらいいかなと思うんですが、よろしいでしょうか。それではもうちょっとこの話1個だけ書いて、黒板消そうと思いますが、金属というものは、基本的に我々の人間生活には最も重要な役割を果たし、それは今も変わらないわけですね。でところがやっぱりどんどん新しく20世紀に入りまして新しい技術ということになっていくわけです、ね、やっぱこう金属もさ、ね、やっぱり昔はお金といったら貝殻で、まあ、貝殻じゃないんですけど、貝殻だったものが金貨とか銀貨、昔はなんか銀の方が高価で、その後金に変わりまして金本位制度とかっていう、まあ、ちょっと歴史を考えなきゃいけませんが、お金というのは、ね、金属でできてますよね。ところがやっぱりそれもその金属だったものから貨幣になって紙に変わってますよね。紙に変わった。その紙に変わったのと同じようにやっぱり金属をはじめ利用してたんですけども、金属のいいところもあるんですが、やっぱ金属にはやっぱ悪いところね、まず量が少ない、高価だ、ね、というところもありますし、この関係すごく大事な関係なんですが、金属っていうのは錆びるっていう、錆びるというのは酸素と結びつきますよっていうね、こういうことがあるわけです。つまりもともと錆びていたところから、単体を取り出す、こういうのを還元するというんですが、これ大事な化学用語ですが、還元、ね、鉄を酸化鉄を還元して鉄を取り出すとか、酸化銅を取り出して銅を取り出す、酸化アルミニウムからアルミニウムを取り出す、酸素を取り除くやることを還元というんですが、それに対してこれ、アルミが酸化物や鉄が酸化鉄に戻ってしまうことを酸化と言います、ね、酸素と結びつくことを酸化というんですが、そうするとせっかく単体に戻してやって使っているそれがどんどん錆びていくっていうことありますよね。でそういう錆びていくということもありますし、金属ってのは皆さん金属疲労っていうことを聞いたことあるかもしれませんが、金属って割とこう形を変えやすい、転生遠征と言いますけれども、ちょっとこっちに書きましょうか。金属というのは転生遠征と言いまして、薄く伸ばしたり広げて使ったりすることができるので割と形を変えやすい、ね、すごく金属硬そうなイメージがありますが、ですが金槌とかでガンガン叩くと薄く広がっていったりするわけですね。でそういうふうに広がっていったりするところから形を割と変えやすい。でしかも温める、ね、加熱すると溶けてドロドロになりますから、ドロドロになった後に箱に鋳型とかに入れて形を変えたりして使うことができますので、割と自由に形を変えることができるんですが、やっぱり形を変えることができるとそのうち壊れる、ね、金属製のものは折れたとかね、壊れたっていう話皆さん聞いたことあると思いますから、そうするとやっぱり耐久性、長く使うとやっぱだんだん壊れてくるというところもあるわけです。でそれをなんとかしようということで、金属に変わるものはないかといって出てくるものがプラスチックなわけですよ。ですから、特にこれから、ね、20世紀以降の話ですが、20世紀21世紀はやっぱり、ね、プラスチックの時代ということになるわけです。金属の利用から、まあ、プラスチックの利用へ、まあ、だんだんと変わっていく。ですからいろんなものがプラスチックで作られています。そのプラスチックというのはまさに科学が作った、ね、ものになるんですが、それではこの後ちょっとプラスチックというものを見てみたい。